こんばんは、ノアです。今回は iPhone ケース、100均で買ってきた iPhone ケースに、ちょっと可愛い布があったので、これを貼り付けて何かちょっとしていきたいと思います。あらかじめこうマスキングをしてくっつけてあります。ミキシングホワイト、またポンポンしていきます。で、とりあえず見苦しくないように白くします。はい、では一応一通り塗り終わったので、これは乾燥させていきたいと思います。まずこの2枚の布をデコポッチでこう貼っていきたいと思います。デコポッチで、ちょっと厚めに塗っちゃうとなんかボコボコしちゃうので、ちょっと薄く塗っていきたいと思います。とりあえずこれで完全に乾くまで置きます。はい、では完全に貼り付いたので、この上からまた塗っていきたいと思います。はい、そしたらまたいいサイズに切った乗せていきます。ちょっとなんか透かしっぽくて可愛いなと思ったので、切って貼り付けてみました。これでちょっと乾かしていきたいと思います。はい、ではある程度乾かしたので、もう一回この上からデコポッチを塗っていきたいと思います。はい、ではなじませたので、はい、これで乾かしていきたいと思います。はい、では完全に乾きました。ただちょっと端っこがね、やっぱりね、ちょっとね、見ると分かるんですけど、浮いてるんですね。で、ちょっともっとちゃんとかっこよく見せたいので、周りをこう白く塗っていこうと思います。はい、ではいつものごとくマスキングテープしていきます。ここは透明で残したいので、ここに穴がある。で、これを塞がないように、塞がないようにというか、絵の具はつかないように、これでこの辺をちょっと乾かしていきたいと思います。よいしょ。はい、では乾かしていきましたので、マスキングテープ外していきます。よいしょ。はい、ではいよいよレジンを流していこうと思います。レジン液を流していこうと思います。
の方も。はい、これで交換していきたいと思います。再度硬化してきました。ちょっと紫がかったの分かりますかね。でもまあこの方がなんかちょっと締まるかなって思うので私的には OK。 レジンを最後に流してで、はい、ではここにちょっとラインストーンを乗っけていこうと思います。で、これで硬化して完成させたいと思います。はい、出来上がりました。今回ちょっとシンプルに仕上げました。白です。ちょっとラインストーンも多かったかな。ラインストーンは青を使いました。であえてレジンで貼っただけで封じ込めてはないです。封入はしてないです。その方がラインストーン綺麗かなと思って。ではなあでした。今回も今度は iPhone7 のケースでした。じゃあね、またね。